毎度ネギ前でーす。やっほー。めちゃくちゃ久しぶりにグレールで福袋を購入しました。春ぐらいの時に実は買おうと思ってこうカートまで行こうとしたんですけど、その時にね SML もかな、全部サイズがなくって買えなかったんですよ。それでね、なんか入荷した頃はちょっと季節的に微妙な時期で何が届くかわからんからと思ってやめてたんですよ。でも今回はね、もう夏になってきて半袖を着て過ごす時がね多くなったので、久々に検索したらありました。私はね 158.4cm なんですけど、M サイズで購入してます。福袋以外なんか買ったっけ？なんか1個ぐらい違う福袋じゃないやつ買ってた気がする。あ、1個どころじゃないわ。何個か買ってた。あ、段ボールの中に段ボール。これが福袋の中身ですね。最近ね、でもグレールで買うことがなく、ほぼ GU とユニクロばっかりだったので、まあ持ってるものはないかなって思います。冬物？パープルのトップスですね。あ、なるほど。半袖全然今着れる。前がすごいがっつり開いてるけど。これ何、中は何着たいんだろう。この腕の部分がふわってなるタイプ。私結構肩幅がね、撫で型なんですけど、撫で型の人って肩ないように見えて幅はねすごいあるんですよ。そのタイプやから肩幅があるんで、ちょっとなんかすごいいかついことなりそうで心配なんですけど、ブラックかホワイトあたりのなんかインナーを着て合わせようかなと思います。はい、ってことでこの中にね、今年 GU で買ったインナー、これはカップ付きじゃなくて普通のタンクトップっていうか、こうノースリーブのものなんですけど、これを着てみたけどなんか変にこう見える。え、どうやろう、ここ中に隠し込んで、なんかちょっとバランスは難しくて、でもかといってこれ1枚で着ることは不可能だなって私は思うので、一応ね合わせては見たんですけど、どうでしょう。でこれも結構ね、この元の肩幅のところよりふわっとなるから、ちょっと肩幅のね強調はあるんですけど、まあでも思ってたよりかはすごい着やすかったです。ここの部分とかこことかも私が普段選ばないようなデザインになってるので、インしなくてもこれだけでねキュッとなってるからすごい可愛いと思います。これ意外とね思ってたよりかは着やすいです。ドレスの上の部分みたいな感じになってる。続いてまたちょっとね似たようなカラーなんですけど、あ、ちょっとベージュっぽいか。はい、あ、次もトップスです。あ、これやったら全然いけるんちゃうかな。ちょっとピチってなるタイプかな。でも今のところ全然当たりではある。少し半袖よりちょっと少し長めのね、まあ切れさえしたら細見え効果とかはあると思います。はい、次こちらですね。これも思ってる以上にピタってなって、ものすっごい体のラインがわかるんですよ。だからちょっとすいません、服紹介なんですけど、あんまりちょっとお見せできないっていうか、ちょっとこれはね普段着としても難しいかな。やっぱこうチラ見えとかでこういうのを着て前を締めて過ごすとか、こういう程度、このチラ見えとかだったら全然普段からね着やすいので、せっかく入っちゃうのでそういう形で着ていこうと思います。半袖なんですけど、まあ、上から羽織る前提で私は着ていこうと思うので、今はちょっと暑いかも。そしてあ、すごい可愛いのがなんか入ってた。またこれもトップスなんですけど、ドット柄、当たりのね人だったら結構カバンとか靴とかも入ってると思うんですけど、今ねまだ見た感じ全部ね薄い感じだから、スカートとかトップスばっかりだと思います。はい、あ、でもこれはまあいいんじゃないでしょうか。これだったら黒のインナーの方がいいかな。前がね全部ボタンになってます。ドットでね分かりづらいけど、この白いボタンがねついてます。まあこれだったら上に羽織るようにして前開けてきてもいいし、ちょっとこういうギンガムチェックのスカートとかには合わないけど、シンプルな一色のスカートとかだったら合わせやすいかなって感じで。はい、続いてこのドット柄のものです。これ今ね中には前にも紹介した GU のこのインナーを着てます。そんなにねここ見えるわけじゃないんですけど、やっぱり中には何か着とかないと心配かなって。肩がね今ここなんですけど、ちょっとふわってしてるから肩幅は結構強調されるかなっていう感じ。まあでもやっぱりこれはこうザランって出すんじゃなくて、真っ黒の夏用スカートとかを買ってインしたいと思います。横から見るとこんな感じです。もうちょっとこの上まで上がるキャミソールないかな。家やっぱりこれはね白が多いので、中に白を合わせるよりかはこういうブラックとか色のあるものを合わせたいと思います。今パッと見全部トップスの半袖かな。でも全部トップスは確定です。これで終わりです。外れのものはないので、まあ、できればもうちょっとスカートとかボトムス系入ってて欲しかったなっていうところではあるんですけど、残り2つ目開けていきます。今度はこういう
ノースリーブです。縦に線が入ってるタイプなのですごい細く見せてくれそうですね。ノースリーブで一番気になるこの脇の部分が結構がっつり開いてるので、これも中に着るか上から羽織るか。でも私ね、二の腕はやっぱ出したくないので、ちょっとカーディガンとかちょっと薄めのアウターを上から羽織って合わせたいなと思います。二の腕はねあんまり出さずに過ごしたいので、こういうのをね軽く上から羽織って過ごそうかなと思います。でもこれ縦に線が入ってるので、こう伸縮性がねすごい良くて、この横の部分から見えるかなって心配だったんですけど、意外と大丈夫そうでした。はい、残りは普通の多分ね T シャツです。あ、普通にやっぱこういう T シャツありがたい。今日のはねこれ普通のユニクロの T シャツに、あとこれがサンキューマートのあの襟だけのやつ。これ実際中だけ見ると襟巻きトカゲみたいでこんな感じなんですよ。前でボタンで留めて、で中に入れ込んでこう襟だけを出すっていう。だから何でも合わせやすいし、あとこの2枚重ねで着てるわけじゃないから、その1枚の T シャツの厚さだけなんですよ。だからすごいこういうの便利なので、サンキューマートでね1個か2個ぐらい買っておくと便利です。これ1枚で着ても可愛いんですけど、やっぱり襟を出すと一気に可愛くなるかなって思います。これに合わせよう。はい、まずこの T シャツ1枚で着てみました。これだけでもね十分すごい可愛いし、さらっと着れて色的にも今らしくてすごいいいと思います。これ1枚だったらお家で部屋着として着るとすごいねおしゃれな感じで可愛いと思うんですけど、さっきから私が巻いてたやつサンキューマートで買えるんですけど、前に持ってたサンキューマートのこういう襟はちょっとねレースっぽいのを持ってたんですけど、今はねこれをね最近よくつけてます。T シャツ何枚も持ってるっていう人はこういうの1着ね、1着っていうか1個持ってると便利です。 T シャツとかはね1枚とこの中のインナーっていう形なので、このねシャツっぽい分がここにないから涼しくね過ごせるんですよ。ちょっとこのね肩部分っていうか首元はごわつくけど、これもまたねちょっと古着っぽくなって普段着としてはね着やすくなると思います。はい、というわけで今回はね全て5着とも全部、ね、夏物のトップスだったんですけど、まあさっきから言ってる通りどれもトップスで、もうちょっとまあ欲を言えばボトムスとかなんか違うねトップスじゃない何かが欲しかったなとは思うんですけど、でもどれもすごい当たりで、まあ、これはちょっと派手だけど比較的シンプルなものが多いので着づらいっていうこともなく、どれもね着れるかなと思います。また次福袋買うとしたら次はもう冬ぐらい、秋服って一瞬でもう着なくなるじゃないですか、冬に一気に切り替わるから、まあ、それぐらいの時期にはなると思うんですけど、また在庫とかがあって買えそうだったらね冬にも買いたいと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。毎度ー。